はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。はい、冬もね、寒くなってきておりまして、インフルエンザも流行っているようですが、皆さん体調など壊してないでしょうかね。はい、私は、全然病気とは無縁の人間だというふうに思ってますので、日の気のない部屋でもですね、元気よくやっていきたいというふうに思います。ちょっとなんかこう見てて、ね、頭がテカりすぎだなとかというふうに思ってますけどね、照明なんとかしないといけないなというふうに思ってますが、はい、今日はですね、最近アクセスのことばっかりやってたので、ちょっとエクセルのことをやっていきたいというふうに思います。はい、今日はね、やることはこれです。これ、はい、ワイルドカードっていうふうに言いますね。ワイルドカードって何っていうふうに皆さん思うかもしれませんが、僕もですね、一番初め、やってた時っていうのは、ワイルドカードってネットで調べていきなり出てきて、もう何なんだこれはっていうふうに思いましたね。ちょうどなんか、スギちゃんっていう芸人がですね、ワイルドだろうっていうふうに言ってて、うん、なんかスギちゃんの仲間かななんていうふうにくだらないことを思ってましたけども、はい、まあまあまあ、使ってみれば便利な機能ですので、ちょっとこれを皆さんに今日はご紹介をしたいというふうに思います。私がやってきたね、Excel の復習も兼ねて、ちょっと、お時間をいただければというふうに思います。はい、ではパソコンの画面いきたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきます。はい、ではちょっと、パソコンの画面に行きたいというふうに思います。はい、今日は、何をしたいかというとですね、Android とそれから iPhone をカウントするんですけど、ここの ところに、A 列の方に携帯電話がいっぱいとわーっと入ってますね。このデータベースを作るのは結構大変なんですけれども、はい、で、ですね、今ここに iPhone の数とかこれ全部これ入ってます。あ、そうだ、まあいいか、はいすいませんでした。はい、ここに、iPhone、 いわゆる iOS がいくつあって、 Android がいくつあるのかっていうことを数えたいという場合、どうするのかと言ったらですね、まず相当をかける場合、はい、で相当をかけて、ここで、iPhone というのを選択して絞ると、ここに、だーっとやると、19件っていうふうになりますね。はい、ただこれAndroid でやると、73件あるはずです。一応念のため調べましょう。はい、73件ありましたということになります。はい、で、これは相当をする場合、で、ここの部分のところには、皆さんに、僕が以前動画で紹介したカウントイフが入ってます。はい、じゃあ、こういうセルのことを作業セルって言いますね。こことここを数える場合に、上司が来てね、今日は、携帯はどれだけ在庫があるんだみたいなことを言われまして、でね、Android と iPhone 別に出しなさいみたいなことをね、やかましい、お前が数えろ、このバカ野郎みたいな感じで、今日もちょっとビートだけして特別出演させていただきましたけど、面白くないですね。はい、じゃあ行きましょう。で、こういうセルを作らなきゃならないんですよ。で、こういうのを作業セルって言って、非常にめんどくさいです。はい。で、良いと。で、これを、デリートで削除した場合、当然ここは0になりますが、ここはちゃんとカウントされています。はい、じゃあ仕組みをご紹介したいというふうに思います。これも、ここは、カウント if、それから、オフセット、それからカウント a を使ってます。よいしょと。ちょっとコピってやってみましょうか。はい、Windows のアクセサリーのメモ帳。はい、こういうふうに なってます。カウント if、数えてね。そしてオフセットで範囲を指定します。これはもう何回も私は動画で言ってるので皆さん今分かってると思うんですけど、はい、オフセット、基準となるセルはここの A2 のセルを設定してます。そして、
A 列に文字が入っている限り、なんでこれ1がマイナス1が入るかっていうと、この機種名というものを抜いて、ここからカウントを始めるためにここを抜いています。はい、でここですね、チョンというか、まあクォーテーション、アスタリスク、クォーテーションで、アンバードでつないで、デーの1の、クォーテーション、なんだ、アスタリスク、このクォーテーションで、カッコ閉じになってます。で、この、ここの部分、ここ、わかりますか？この、アスタリスクのところで、入れることによって、どういうふうな、Excel は判断をするかというと、iPhone のようなもの、要は iPhone を含むものを数えなさいというふうに出てきます。はい、 iPhone を含むものを数えなさいというふうになります。じゃあ、当然、この Android はどういうふうな式を入れてるかっていうと、こういう式が入っています。はい、ほいと、はい、オフセットの、ここまでは一緒で、ここで不等号をお互いに向き合わせたような文字になってます。つまり D1、iPhone を含まないものをカウントせよというふうになってます。はい、ワイルドカードの、使うときになんですが、何々を含まないというふうになったら、このアスタリスクの直前に、このマークを入れてやればいい。これは関数の場合で、 VBA の場合には NOT が入ります。はい、ちょっと関係のない知識なんですが、皆さん昔々を思い出してみてください。不定詞って ありましたよね。これ有名な、言葉だと思います。 To be or not to be、行くべきか死すべきか、That is a question、 それが問題だって、ハムレットの中で有名な言葉ですよね。で、不定詞を打ち消す場合には、その不定詞の To の直前に Not を置けばいいんだよ、これさえ覚えてりゃ、大学受かるよみたいな、グラマーで習った記憶があるでしょうか。ワイルドカードも一緒で、そのアスタリスクの直前にノットを置いてやる、要は、打ち消すその直前にノット、 もしくはこの、鍵マーク、すみません、不等号の、逆向きのマークを入れてやると以外というふうになります。はい、じゃあちょっとやってみましょう。ここはもういいんですけど、まあいいや。で、例えば、ここにiPhone を増やすとどうなるかっていうと、ちゃんとここは増えてます。はい、文字のある限りカウントしてくれてるので。じゃあ、ちょっとね、ここ、間違えた。ここ、やってみましょう。はい。これ、普通の僕が、皆さんに前回を、言った選択する範囲はもうダッといけと、ダッといけ、ね、要はここのところをダッと数えろっていうふうにして、皆さんに、レクチャーしたと思うんですけど、この場合に関しては唯一例外になります。それがなぜかというと、ちょっと今お見せしましょう。ここの、部分をね、というふうにしてやってみましょう。はい、間違えましたね、オフセットいらなかったですね。はい、そうするととんでもない値が返ってきます。なんでこれとんでもない値が返ってきたかっていうと、皆さんお分かりになりましたでしょうか。はい、要はここの式というのは iPhone を含まないものを数えろっていうふうに言ってるので、このブランク、つまり何も入っていないものもカウントしてしまうんですね。はい、なのでここのところでオフセットとカウント A を使って、文字のある限り数えてね、iPhone 以外をねっていうふうに書いてるんですね。はい、これがミソです。はい、
オフセットで範囲を選択するのと、こうやって行をダッと選択するの、どちらも変わりはないんですが、こういう時に役立ってくるのがオフセットとカウント A なんです。だから今日はカウント F のスピンバージョンなんですね。カウント A っていうのは、数字も数えれます。数字それ以上のものも数えれるし、それ以下のものも数えるし、同等のものも当然数えることができます。ただどうしてもそのカウント IF で、活躍しがちなものっていうのは、例えば名前を数える、商品を数える、そういったものなんですけれども、なんて言うんですかね、こういった、この含むものも数えて、含まないものも数えろっていうことができるのを今日、ご紹介したかったんですよね。で、火曜日の動画で、例えばですね、こういうふうに皆さんの手元に吐き出さ、システム上で吐き出してくれればいいんですけど、通常はこういうのは吐き出せません。はい。いいですかね。多分こんな状態で商品だけがダーッと来て、皆さんが上司かなんかにね、数えるみたいなことを言われるわけだと思うんですね。で、1回目はまあしょうがないですわ。1回目はしょうがない。でも2回目っていうのは、やっぱり皆さんもこれは事前に準備しておくことが重要でしょうし、多分ですよ、うちの会社で、この素の表をもらってですね、この素の表をもらって iPhone と Android 以外を数えなさいと言って、多分この式が一発目に浮かぶ人って多分絶対いないと思います。私がいかに優れてるかということを言いたいんではなくて、多分知らないと思います。はい。私は知ってるからもちろんできるんですけど、知らない人は多分ここに、Xperia XZ2 だから、Android と言おう、アクオスセンスだから Android で言おうっていうふうに、ここに作業セルを作ってやっていくのが通常だと思うんですけど、普通はそういったことはしないはずなんですね。普通はそういうことはしないというか、普通はそうするんですけど、なので、火曜日の動画で言ったように、データベースっていうのは設計が重要なんですよということを言ったのは、皆さんがもしこういうことを、こういう、まるまるの表をもらって、何の作業セルもないにもかかわらず、iPhone と Android を数えろとかっていう理不尽なことを言われた場合に、1回目はしょうがないですけど、2回目、例えばこういうふうになっていった時に、この式を使えない人がいるのかもしれないというふうに思ったら、ここに事前に Android、iPhone とかっていうふうに入れておくっていうことが、データベースを作る第一歩なので、だから、データベースは設計が重要っていうのはここだったんですね。僕はなんで今それが言えるかっていうと、自分でアクセスをいじってて、これアクセスでやったらもっともっと便利に数えれるんです。簡単に数えれるんですよ。はい。ただ、Excel でやってる人っていうのは、いざその状態にならないと作業セル、つまりここに Android、iPhone っていうようなことを入れることはしないと思うので、だから集計に時間がかかっちゃうんですね。じゃあ一歩進めてみましょう。ここに Android、iPhone っていうふうに入ってたら、例えば、これがスマホなのか、例えばこれ簡単携帯ってありますよね。これが、いわゆるガラホ、スマホの機能を持った、ガラケーで、もしかしたら聞かれるかもしれないというふうに思ったら、ここにスマホとか、ガラホとか入れておくべきでしょうね。っていうようなことを考えて、作業した方が効率が良くなるんじゃないでしょうかっていうことを皆さんにご紹介したかったんですね。それが1個。それから今日これは、カウントIFっていうのは、やろうと思ったら何でもカウントできるんだっていうこと。ここにね、iPhone と、それから、Android、それからガラケーって数えろっていうふうに言われたら、じゃあどうするのかって言ったら、要はこの今つけた条件をただここに、足していけばいいだけのことなので、難しくはないと思います。はい。それは皆さんでちょっと自分でやってみてください。はい。では今日はちょっとここまでにしたいと思います。パソコンの画面はここで終わります。はい。いかがでしたでしょうか。ワイルドカード、ワイルドだろうっていうのは、便利だっていうことが分かっていただけたんだというふうに思います。ちょっとね、今思いついたんですけど、来週の金曜日は、じゃあ今やったことをアクセスでやったらどうなるんだっていうことね、ちょっと皆さんにご紹介をしたいというふうに思います。在庫の、テーブルのことも、
在庫の管理っていうのもちょっと要望できておりましたので、最強の検索ホームを作るちょっと兼ね合いもね含めてやっていきたいというふうに思います。はい、皆さんは、私のチャンネルを見て、少し、なんていうんですかね、アクセス、それからエクセル慣れていただけましたでしょうか。はい、今見て分かった通り、Excel っていうのはいろんな関数をこう組み合わせてやっていくともっともっと便利になる。ちょっとね、配列っていうのもプログラムではなくて、アクセスの、関数で配列を使うとこんなに計算も便利になるんだっていうことも皆さんにご紹介をしたいというふうに思います。そして皆さんが1個の、知識を身につけてくれたらいいですか。1個の知識を身につけることで皆さんの人生は必ず豊かになるはずです。俺はできるんだっていうふうに、ね、今までできなかったものがある日突然できたとしたら絶対にこう思うはずです。面白いっていうふうにね、面白いと思ったら節目だもんですよ。いろんなことを自分で、やってそれでさらに、僕よりもいい知識を身につけてってくれればなというふうに思います。はい、それでは、また来週の火曜日、最強の検索フォームを作ることでお会いしましょう。ちょっとね、前回ね、テーブルの説明もちょっと抜けてたところがありましたので、その補足からいきたいというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼をしたいというふうに思います。さよなら。